はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、私のこの撮影部屋にですね、撮影を手助けしてくれる新しい機材がですねやってきたということで、そちらを紹介していこうと思います。で、今までですね、私のこの撮影部屋でですね、何か一つ足りないものがあったと思うんですよ。何かというと、ライトなんですね。で、うちのこの部屋ってですね、上からの光があって、で、あとそっち側にですね、鏡があるんですよ。はい、こっち側はですね、もう全体が鏡になってるんですね。なんで、光が反射して、まあ、ある程度の光はこう入ってくるんですね。で、さらに、こっち側にはですね、窓があるということで、ここ開けることもできるんですよ。はい、日中だとですね、この窓をこうやって開けることができて、ここから光が入ってくると。で、その光が、さらにね、ここから反射して、まあ、さらに部屋が明るくなるっていう感じで、まあ、そこそこ部屋は明るいかなっていう、状態にはなってます。で、あとは、そっち側ですね。そっち側にも一応窓があるんで、そこも開けると最大の状態になると。で、照明、上の照明はこんな感じですね。1、2、3。ここつけてないです。ここもつけてなくて、4。4つ上には光がついていて、で、さらに大きいのが上にあります。だけどこれはつけてないですね。まあ、こんな感じで上からの光と、あとは鏡と、あと自然光ですね。この、光を使って、まあ、撮影をしてるんですけども、まあ、やっぱね、ちょっと足りないなというところが正直あります。こうやって YouTube とか動画撮るときは、撮影用のライトって欲しいじゃないですか。私の場合はまだ、撮影用のライトを用意していなかったというところで、今回ですね、新しく、超コンパクトな LED 照明ライトが来たので、そちらを紹介していこうと思います。では行ってみましょう。はい、で、今回届いたのがですね、こちらですね、モマンというところの LED ビデオライトになります。こんな感じですね。ちょっと大きさ伝わるかな。これだけを見てるとあんまり大きさ伝わらないかもしれないんですけど、ちょっとね、こっちのカメラでいくとこんな感じです。この私の顔と、比較するとですね、めちゃめちゃ小さいのが分かりますよね。このぐらいのサイズ感になってます。すごい小さいです。で、この小さいビデオライトなんですけど、これね、実はこの上にですね、 USB Type-C のポートがあってですね、で、ここに、ケーブルを接続すると充電できます。なんとこれ充電式なんで、このままの状態でも、光を、ね、出すことができるんですよ。やばいですよね、それで。ここが電源ボタンなので、充電されてる状態だと、ここを長押しすればもうそれだけで光るんですよ。で、さらにすごいのがですね、この下、これ何かわかりますか。これね、カメラの上に接続できるんですよ。で、今ちょっとですね、仮によいしょ、はい、こちら α6400 の上にこうつけてみたんですけど、こういう感じで、カメラの上に直接このライトをですね、つけることができるんですよ。で、この状態で例えばこの長押しをするとですね、光りますよ。わっっていうかこの感じでね、ライトをですね、上に接続できるんですよ。これかなりすごいですよね。ちなみに今の明るさでまだね、パワー半分です。 50% の力ですね。まだこいつにはさらに上のパワーが残されてるわけですね。結構ね、このサイズ感の割に、光は強いです。で、ちょっと後ろ側見ていこうと思うんですけども、今これ電源オフの状態で、これ長押ししますと。そうすると光るんですけども、ほらで、向こう側光ってるんですけど、ここにですね、ちゃんとどういう状態なのかっていうのが書いてます。で、今は、明るさ、50% です。なんでまだ、半分の力ですね。で、この状態でバッテリーは 1.8 時間持ちますと上に書いてます。で、この電池マークですね、残量が4段階で表示されてます。で、その下にですね、これ 5700K と書いてます。これは光の色ですね。光の色を実は調整することができるんですよ。で、それはこの右側の方ですね、にこのちょっとね、ダイヤルみたいなやつがあって、で、これくるくるっていうよりはカチカチっとね、動かしていくタイプです。で、例えばこれを下にずらしていくと、これ今パワーがね、弱くなってるんですよ。30、38とかね、こういう感じで、まあ、25% の明るさにすると3時間持つみたいな感じで、まあ、やっぱりね、この明るさを弱くしていくほど電池持ちが良くなります。まあ、そんな感じでいろいろ調整ができたり、
あとね、ここ押し込むことができるんですよ。カチッと一回押し込むと、今わかったかな、もう一回いきます。押し込むとこの矢印がね、上下に動くんですね。矢印が今上にあるんで、これ明るさの調整なんですけど、下に行くとほら色温度ですね、こちらを調整できます。今最大 5700K なんで、ちょっとね下に下げていくとほら5200とかどんどん下げていくことができます。で、一番下で 3500K ですね。で、 3500K になったら色の違いわかるかな。ちょっとね、あの、あったかみのあるオレンジっぽい感じの色に、こんな感じ。ちょっと伝わりにくいかもしれないですね。手でやるとわかるかな。こんな感じで、今これが一番あったかみのある色ですね。で、これをどんどん上に上げていくと、5700K。はい。あ、これわかりやすいですね。これが一番白い色ですね。の明かりだとこうなるという感じです。どうですかね。結構これは使いやすいと思っております。じゃあこれね、あの、今はまだ全然最大のパワー出してないんですけど、一番明るくしたらどんだけ明るくなるのかというところも見ていこうと思います。よいしょ。一回消して。じゃあちょっとね、上の照明消しちゃいますね。よいしょ。だいぶ暗いね。だいぶ暗いですね。で、これまだ昼間なんですけど、照明完全にオフの状態で、こっちの窓だけ開けてると、こんな感じの明るさになります。じゃあこれでこの LED ライトをつけますね。まずそっち向きにつけてみます。おお。で、上とかにこう反射させると、もうこれだけで結構明るくないですか。うん、すごい。で、これまだね、実はまだこれね 27% なんですよ。じゃあちょっとこれからマックスいきますね。まず1段階目として 50% にしてみたいと思います。ギューッといっていって 50% ですね。これを反射させるとこのぐらいですね。 50% の明るさで、このぐらいになります。どうですかね。うん、やっぱさっきよりもちょっと明るいですよね。じゃあもうちょっとね、もったいぶらずに最大パワーいきますか。ギューッといっていて、ギューッといって最大パワーにすると、はい、 100% で、最大パワーにすると1時間しか持たないので、結構ね持ちは悪くなります。で、パワーこんな感じです。パワーどう、結構明るくないですか。これだけですよ。これだけ持ってこの明るさです。わっわっ、まぶしいこんな感じです。結構これだけでも意外といけちゃうぐらい明るさありますよね。で、これね、下にですね、三脚の穴があるんで、三脚に普通にこうやって立てることができるんですよ。で、ミニ三脚とかにこう立てて、置くとですね、こうやって固定ができて、まあ、実際使うんだったらですけど、こんな感じですね。あの、今、あの、鏡に反射させて、その光をちょっと部屋全体に、やるみたいな感じなんですけど、結構明るくないですか。で、電源切ります。はい、電源切るとここまで暗くなります。こういう感じです。じゃあちょっとね、実際これから実際に私が使う場合どういう風に使っていくかってところを、お見せしようと思います。はい、今ですね、上の照明つけました。あ、ちょっと一つ言い忘れてたんですけど、こう後ろにね、ちょっとオレンジのライトだけさっきついてました。だから完全オフではないですね。あの、上の白い光だけオフという感じでした。ではですね、今これ上の照明つけたんですけど、この状態で、実は私ね、この動画出す前にもすでに何回も、4、5回ぐらいはこのライト使って撮影していたんですけど、なんかちょっと照明変わったなって気づいた人いますかねまあそんな感じで、じゃあちょっとつけていきます。で、これでさらに、ね、追加してここでね、電源をオンにしますと、あ、やっぱね、ふわっとちょっと明るくなりましたよね。で、ちょっとこれで、あの、場所とかをこう調整しつつ、まあ、一番あの顔が明るくなるようなところで止めます。で、別に 100% にする必要ないんで、うん、今 50% ぐらいかな。どうですかね、ちょっと上の照明とかはもうこれが限界なんで、もうちょっと顔とかね明るくしたいなって時は、このライトを、使ってですね、ちょっと反射とかも利用しつつ、明るくすると、まあ、より見やすい映像になるんじゃないかなと思います。ちなみにこれバッテリーでも駆動するんですけど、
もちろんね、USB Type-C なんで、それを接続して使うこともできます。ケーブルが届く場所だったら、別にバッテリーのこと気にしなくて取れるんですよ。うん。これでちゃんとね、充電中になりつつ、光を、ね、使うことができてるんで、安心して撮れるというところです。まあ私も普段のね、この今の撮影部屋で、こうやって撮るんだったら、基本はもう充電しっぱなしでね、給電状態で使うことになると思います。まあ実際これまで、まあ4、5回ぐらい使ってるんですけど、全部ね、その時は、給電しながら使ってます。はい、ちなみに今ですね、ちょっと参考までになんですけど、部屋の明かりを全部切りました。で、まだ外はね、若干明るい時間帯なんですけど、カーテンをですね、閉めました。この時間帯にできる一番暗い状態にしてます。で、LED もオフですね。じゃあ、この状態でつけたらどうなのかというのもやってみたいと思います。いきます。おぉ、すごい。一気に、顔が明るくなりましたね。これで 50% ですね。パワー 50% です。今、直接当ててないです。反射を使ってますね。直接当てると多分明るすぎて大変なことになるんですよね。だからこんな感じで、まあ反対側向けて反射とかを使ってます。ちょっと上とかに向けると結構、うん、自然な感じになるんじゃない。じゃあちょっとまたパワー上げていきますか。どんどん今パワー上げてる状態ですね。まだ100じゃない。はい、これで今100ですね。他の照明とか全く使ってなくて、この LED だけで、こんな感じです。これむしろ撮影にもこうやって使えるんですけど、ほんと外行くときとか、キャンプとか、あと写真撮影とか、ほんと暗い場所で何かするときに、この状態で持っていけるんで、結構これいいんじゃないかなと思います。まあこんな感じでね、今また壁に反射させてるんですけど、モバイルバッテリーとかで、給電しながら使うこともできるんで、割とこれはね、用途は幅広いかなと思います。はい、ということで今回はですね、ちょっとレビューの依頼をいただいて、私もね、うちにまだこのライトがなかったんで、ちょうどいいなと思って、実際どういう感じなのかっても気になっていたんで、実際に使ってみたんですけども、どうだったでしょうか。実際使ってみて本音で話すんですけど、かなり気に入ってます。この小ささで、こんだけしっかり明るさもあってですね、でしかも持ち運びもできて、充電もできるし、明るさの調整とか、色温度の調整とかも全部できるし、非常に使い勝手がいいです。で、こちら価格がですね、だいたい5000円前後ぐらいですね。5500円とか、そのぐらいの価格で、普通に Amazon に売ってます。で、色が今回ブラックだったんですけど、あと赤もあります。まあ、赤よりは私はブラックの方がまあいいかなと思って黒にしたんですけども、そんな感じです。で、結構ね、これ今すごい人気がある、ライトみたいで、割とすぐね、在庫がなくなったり、しております。で、私もこれ、在庫がなくて届くのにすごい時間かかったりとかしたんですけど、今のところ多分、復活してると思います。で、タイムセールがこれから始まるってことなんで、一応概要欄にね、詳細載せておきたいと思います。結構私のコメント欄とかでも、以前ですね、照明とかあんま使わないんですかとか、ね、コメントとかもいただいたことがあって、ああ、そういえばそうだなって思っていた時期もあってね、ちょうど良かったんですよね。まあそんな感じで今回、使わせていただきました。もうガチのしっかりした大きいライトとはちょっと違いますけど、小さくてコンパクトで使いやすい、ライト、カメラの上につけることもできたりとか、機動性の高いライトを、探しているという方はぜひ参考にしていただければと思います。はい、そんな感じでこちらのチャンネルではこういったカメラとかスマホとかガジェットの話を中心にしておりますので、気に入っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。で、あと最近ゲームチャンネルも作っておりますので、もしよければ、ゲームチャンネルの方も、チャンネル登録いただけると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。